まあスキー場を滑ってても楽しいと思うんですよ。まあでもたまにはいい一本っていうか、自分の足で登って、スキー場ではないところを滑るっていうのもまあありなのかなと思って、なんていうんですかね、まあまあ外で遊ぼうみたいな感じなんですけど、まあそのためにはやっぱり滑れないと外に山に行った時に遊べないんで、まあその分スキー場で練習をして、でみんなで滑りましょうっていう感じですね。まあ人工物もないし、外からの雑音も聞こえないし、もう自然の音だけの中で、まあ自分たちだけで、まあ滑る。他のグループもいたりする時はあるんですけど、まああまり絡むこともなく、はい、滑れるんで、まあ滑りに集中できるっていうんですかね。で、やっぱり山の中では一人ずつ滑るんで、みんなが、みんな自分たち、他の人の滑りも見てるし、はい、そこでまあ、特別な一本じゃないですけど、まあ各自自分の今滑れる技術で滑り降りる。で、そこでうまくいかなかった人はまたスキー場で滑りを考えてまた戻っておいでっていうのが。そのためにうちではクルージングのメニューとかクリニックもやってるんで、山でできなかったことはまた帰ってきてっていう。そこでスキー場内では練習じゃないですけど、自分の滑りを磨いて山でしっかり滑ろうっていうのがパウダーカンパニーの考えなのかな。まあ青空で風もなく穏やかな日もあれば、状況によって歩きながら吹雪でも目も開けられない状態の瞬間もあるし、どっちがいいかって言われたら、もう僕はどっちも好きなんで、それはもうその時しか味わえないので、僕実はもう吹雪の中とかも大好きで、あ、なんかニセコっぽいなと思ってて、その過酷な条件の中でも安全に遊べるかなっていう。例えばスキー場のリフトが止まって、今日何もすることがありません、もう部屋にいるしかないな、2泊3日で来てるのに。でもその吹雪の中でも、いや山行けば遊べるよって、風かわせて楽しくスノーボードができるよっていうのが僕はすごいあって、うん、だからよくゲレンデ周りにパウダーも残ってない日にパウダーあるところにも連れてくし、リフトでスキー場がクローズしてる時にもある程度、もう災害級だったら無理なんですけど、そういう日でも山に行けば風かわせて滑って遊べるよ、自然の中で遊べますよっていうのをうちら僕らはやってるんで、ただその状況の中で僕らはそのやりやすいところではないんですけど、過酷ではない場所を選ぶんで、吹雪いてる中でも、しんどくない場所を歩いたりとか滑ったりとかするっていうのを考えながら、でなおかつ斜面は雪がいい、そうでないとやっぱり滑りがメインなんで、僕らはその日にメンバーを見て一番いい斜面を滑りたいなと思ってるんで、まあそこを大事にして、でなおかつお客さんがしんどくないようどう歩いたら楽しいのかとか、今日天気が悪いからこっちを歩こうとか、はい、そこはその日によって毎回歩くルートとか、女性や小柄な人がいたらあまり急斜面歩くとしんどいかなっていうのとかで、ルート選び方とかも多少は変えてるんで、はい、まあ安心ですかね、はい、初めてのバックカントリーツアーに来るお客さんの層ってもうバラバラです、はい、一応道具の使い方とかも言うんで、今まで自分たちで山に入っていたけどよくわからないんで、もう一度最初から覚えたいっていう人たちもいれば、全く山に入ったことなくて、でもゲレンデは滑れるけどもう初めてバックカントリーに行くんでそのメニューを選んだっていう人もいれば、スノーボード始めたばっかりだけどバックカントリー行ってみたいっていう人たちもいるんで、もうレベル差はその日によってまちまちです。ただまあ話、僕はツアー中すごい話しかけるんですよ。それによってなんとなくお客さんの滑走レベルとか準備であったりとか、登ってる時の歩き方とかでなんとなく滑れそうだなとか
ちょっとまだ滑りは初心者かなっていうレベルを見ながら斜面を選んだりもするので、まあ、そこは合わせるのかなと。自分が不安な人ほど来てほしいかなと。とりあえずバックカントリーに行きたいって思った人が来てくれて、まあ、それが入り口になって、まあ、そこから入ってってほしいんですけど、ただもうそれはただの最初の一歩なんで、そこのツアー入ったからもうベテランになったとか思う人はほぼいないんですよ。でまたツアーに入りたいって来てくれる人も多いんですけど、もう最初の第一歩なんで、できるだけ楽しい、しんどくないようにやってるつもりなんですけどね、僕的には。まあ、中ではしんどいと思ってる人もいるとは思うんですけど。まあ、その第一歩が、まあ、僕らのツアーでやったら、まあ、僕ら的にもいいのかなと。そこから続けてもらえるんだったら。で、そこのツアーに入った人が、それで入り口になっていろんな会社に行ってもらってもいいし、また帰ってきてもらってもいいし、まあ、続けてもらえたらいいのかな。で、まあ、怪我なく、事故なく、はい。どんどんスノーボードの世界に入ってってくれたらいいかなと。僕は、とりあえず、まあ、のんびりしてます。ツアー中、お客さんを絶対焦らせたくないし、焦るイコール事故のもとなんで、はい、そこはもうのんびりゆっくりしたいかなっていうのは第一かなと。まあ、不安な人は、もういると思うんで、まあ、僕と山に行ってるときは、もう安心感を持ってもらえたらいいかなと。まあ、僕らそのセーフティーと、まあ、楽しむのと共有させてツアーをやってるつもりなんで、まあ、自分たちで行ったら不安だけど、うちのツアー来たら安心で、無事帰ってこれるよっていうイメージを持ってもらえたらいいかなと。はい、いや、僕はもうどんなお客さん来ても楽しんでるんで、自分が。はい、うちのガイドはとりあえず、自分が楽しくないところには連れてかないし、まず第一に自分が滑りたい斜面を行きます。お客さんがに合わせた斜面だけど、その中でも雪が良くて自分がその日に滑りたいなって朝思い描くところにゲストを連れてくんで、まあ僕らは常に自分たちが楽しんでるんで、まあ、それがお客さんに広がってみんなが楽しんでくれたらいいなと思ってます。